ベジェツク市の紋章、ベジェツクは、ロシアのトベリ州東部にある都市、モロガ川とオストレチナ川の合流点にある。州都、トベリからは北東へ 130km で、ヤロスラブリ・ルイビンスクドムリャ・ボロゴエを結ぶ、鉄道に沿う。人口は2002年全ロシア国勢調査で28,643人。ベジェツクは1137年のノブゴロド公国の、 記録にベジチとして初出する。難民を示す元の地名から、この集落の住民はノブゴロドからの避難民だったと考えられる。当時のベジチは今日のベジェツクから北へ 20km の位置にあった。ベジチはノブゴロド公国の東部、モロガ川上流のベジェツキーベルフ地方の中心地で、 あったが、1272年に襲撃され破壊された。あと、住民は、今日のゴロデツクベジェツカ要塞の場所に移転した。15世紀初頭、ノブゴロド公国東部のモロンガ川上流のベジェツキーベルフ地方は、モスクワ大公国に併合された。ベジェツクは、作家ビャチェスラフシシコフ、歴史家ニル・ポポフ、病理学者、アレクセイ・ポルニンら人材を輩出した。 1766年までゴロデツキーと呼ばれたが、この年ベジェツクに改名され、1775年に死となった。1876年には、鉄道が通り19世紀後半には、アマ引の中心として栄えた。ベジェツクに残る最古の建物は、町の守護聖人、ネクタリオス・ベジェツキムが創建した、ブベレンスキー修道院の白い戦闘の主牢であり、 1680年から1682年にかけてヤロスラブリの職人が建てた。修道院自体はソビート時代に解体されてしまった。その他古い聖堂の多くがソビート時代に取り壊されたが、なお興味深い聖堂建築がこの町には残る。1670年の十字架教酒聖堂。1772年の旧世主験酒聖堂。 1775年の火山の生真女聖堂などである。また19世紀の商業建築、歴史博物館、文学博物館なども見どころになっている。20世紀の終わり、文書記録のよく保存された小さな町辺ジェツクは18世紀ロシアの地方都市に関する詳細な学術研究の対象となっている。大きな会社は特殊車両工場などで、その他、 繊維工業や食品工業が立地する。5km 南には泥ほぼ空軍基地がある。ありがとうございます。